障壁が変化してる。記憶のかけらに反応しているみたいね。うん、このまま飛び降りれば下の階に行けるよ。飛び降りるって言ってもどうすりゃいいのよ。これ素で飛び降りたら確実に死ぬわよ。大丈夫、ここはファントムフィールドだよ。私なんて前にここより高いところから落ちたことあるけど全然なんともなかったし、怖いのはきっと最初だけだから、一度やったら癖になるかもしれないよ。何なのよその嫌なセリフは。これ本当に大丈夫なんでしょうね。あんたの言うこと全然信用ならないんだけど。うん、おかしいな。何がよ。妹ちゃんなんて全然怖がらないで一人で飛び降りてったのにな。あ、君ってもしかして怖がり屋さん。は？私が怖がりなわけないでしょ。いいわよ、行けばいいんでしょ。行けば。そうそう、行けばわかる。それに君は私が一緒にいるから大丈夫だよ。なんであんたが一緒なら大丈夫なのよ。さてどうしてでしょう。なかなか面白いリドルだね。知らない、もう行くわよ。ねえ、ちょっとこれどこまで落ちるのよ。っていうか落ちてる実感がないんだけど。それになんか周りの様子が変よ。はあ、すっかり忘れてた。今度は何。妹ちゃんが言ってたけど、記憶のかけらを持って飛び降りるとその記憶が見えるんだって。だからきっと今から記憶の再生が始まるんだよ。すごい、私初めて見る。はあ、全然興味ないんだけど。なんで、楽しそうだよ。君と一緒に入ってよかった。私は誰かの記憶なんて一切興味ないの。まったく、とんだ災難だわ。うん、そっか。それじゃ目をつぶってたらいいんじゃない。結局飛ばせないなら意味ないでしょ。うん、早く終わってくれるのを祈るしか。あ、始まるみたいだね。記憶のかけらが光の粒に変わっていく。何これ、光の粒が私の左目に。くそ、あの女さえいなければ人類は今頃平和な世界を手に入れていたのに。なのにあの女のせいで。あの女が余計なことをしなければ。あーくそ、思い出しただけで腹が立つ。なんて忌々しい女なんだ。だけど僕は諦めなかった。ついに器の創造まであと一歩というところにたどり着いたのだ。これが成功すれば夢が現実に近づく。さあ目覚めろエンブリオストレージ、人類の未来のために。システム起動、身体部位オールクリア。目が赤い。こいつは失敗だ。くそー、まだ何か足りないっていうのか。それとも他に何か別の要素があるのか。まあいい、少しずつ改良していけばいいんだ。こいつは破棄、すぐ次に取り掛かろう。まったく、器を作るのは大変だ。対象
宇野丸総一郎と認識。うん？そうか、一応話せはするのか。宇野丸博士、私の情報を教えてください。情報ね。そうだな、じゃあお前をエスと呼ぶことにする。了解です、宇野丸博士。僕は博士じゃなくて所長だ。蜜剣機関新横崎支部第七研究所の所長。了解です、宇野丸所長。よろしい。なるほどね。人形として扱うならなかなか出来がいいかもしれないな。うん、こいつはスレイプニールとして調整しよう。あの生意気な子供、天の矛坂の巫女頼りでは心もとないもんね。うまくいけば発症者からのクリスタルの収集も今よりずっと効率的になるだろうし、村雲のデータも取りたいし、ま、地道ですけど急がば回れって言いますからね。いずれ原初の魔導書すらも僕の手で創造してやる。そしていつか全ての人類が見事に統制された理想の世界を実現するぞ。はっ。レス、気をつけろ。今回の相手は遠距離タイプのドライブを操るユニオンだ。不用意に近づくと。問題ありません、援護をお願いします。おい、うわー。消失目視不能、魔素流動値計測確認、フェーズ5と判定。対象の殲滅を開始します。損害警備、当該任務への支障はありません。はあ。対象の戦闘不能を確認。おいエス、お前は何をやっているんだ。何よ、とは。なぜだ、なぜあそこで無鉄砲に突っ込んだ。はい、任務遂行上最善の行動だと判断しました。いや、問題だらけだ。お前は一歩間違えれば死んでいたかもしれんのだぞ。私に与えられた任務はユニオンを殲滅しクリスタルを収集することです。当該任務は無事完了しました。そういう話をしているのではない。お前は自分が死んでもいいというのか。問題ありません。わかった、もう私は知らん。何が任務だ。これでは宇野丸の操り人形ではないか。私は宇野丸所長によって作られました。命令を聞くのは当然のことです。 S、 お前はもう少し自分を大事にしろ。私はもう戻る、機関への報告頼んだぞ。了解。メイは何か伝えたかったのでしょうか。
明です。こちら S です。やあ S、 任務はどうなったかな。はい、たった今完了したところです。よろしい。何か変わったことはあったかい。多少攻撃を被弾しましたが、損傷自体は軽微です。うん、それより緊急事態なんだ。新しいユニオンの情報が入った。場所は閉鎖特区内。もちろん今すぐ行けるね。了解、直ちに向かいます。今の音はあちらからのようですね。嘘。対象と思われる存在を確認。行動を開始します。やめて。と認識。小式目視不能。魔素流動値計測確認。フェーズ4と判定。何が。くそ。君気をつけて。ちょっと待って。ちょっと待って、やめてくれ。これ以上やったらこの人死んじゃうよ。もういい加減にやめ。障害を認識、排除を実行します。お願いだ、やめて。誰かが傷つくのは見たくない。この少年はなぜあんな無謀な行動を。これ以上やったらこの人死んじゃうよ。わかりません。こちら S。 やあ S、 その後の守備は。戦闘行動終了。対象の機能停止。交際称号確認。スクリーム上と断定。よろしい、ご苦労様。はい。じゃあ、現在閉鎖特区内により通信不良。申し訳ありません、再度お願いします。あとは機関の収容部隊に渡してくれるかな。了解、対象は収容部隊に引き渡します。カメラの映像からだともう一人いるみたいだけど、そっちもユニオン？いえ、そちらのディスカバーコールは未確認です。確かめておいた方がいいだろうから、その男の子の家に向かってくれるかな。了解、任務変更を確認。
間データベース照合の上、直ちに向かいます。機関データベースとの一致を確認。ここが対象の自宅のようですね。2300、対象への接触及び所長が到着するまでの保護を開始します。夜分遅くに申し訳ありません。かわいい！顔は、何でしょうか？聞き取れませんでした。あ、ごめんなさい。どんなご用でしょう？かがり桃矢はいらっしゃいますか？あれ？桃矢ちゃんのお友達ですか？いえ、友達ではありません。そうだよね。トーヤちゃん、こんな可愛い女の子、知り合いにいないと思うし。私は、ミツルギ機関よりかがりトーヤの保護を命じられてきたものです。ん？なんだかよくわからないけど、トーヤちゃんに用事なんだよね。はい。ごめんね。トーヤちゃんはまだ帰ってきてないの。今日はアルバイトの日だったから、帰りが遅くなってるんだと思うよ。了解。でしたら家の前で待機させていただきます。え？家の前で？はい。もう夜も遅いし、女の子だし、家の前だよ。はい、問題ありません。何でしょうか？でもこんな時間に一人で外にいるのは危ないよ。私は兵士です。仮に暴漢の襲撃を受けたとしても何ら問題なく対応可能です。兵士？それでは家の前で待機させていただきます。よくわからないけど、やっぱりダメ。上がって上がって。ですが。遠慮なんてしなくていいからね。了解しました。うん、じゃあお茶の用意するね。理解不能です。